皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズ、ベイ君です。ハングリーシャークワールド第4回いきましょう。よろしくお願いいたします。今回使うサメもね、ちょっと同じ、前回と同じ青ザメなんですけども、今回ついにこちらですね、新しいマップに挑戦してみようと思います。初めてですね。場所の名前がアークティックオーシャン、かっこいいな、アークティックオーシャン。多数の固有種が生息する氷に覆われた世界、行ってみましょう。あ、一応サメの紹介しとこうかな。こんな感じでございます。青ザメさんで、装備にセットボーナス、こちらをつけております。では行きましょうか。完全初見でございますよ。ポン、さあ来ました。おっと、空が大丈夫か。空がいきなり、おお、ペンギンや、ペンギン食え、ペンギン食え、食える食える、よしよし。あ、基本的に、おお、でも全然ちゃう、全然ちゃう。うおー、見て、え、割れへんのこれ。割れる割れる。すげえすげえ。氷のあれができてる。床ができてしまって。あ、ペンギンコ、ペンギンコ。ペンギンちゃんごめん。多分こいつら美味しいと思うから食っていきましょう。お、人間、人がいる。調子乗って人がいるな。人はちょっと待って。人はあの、後置いちゃうわ。使おいせんわ。人はね、相当、群れをなすと化け物になるんだ。あいつらもね。なんだかんだで最強の化け物になるんで。いや、マップも僕まだ持ってないですよね。持ってないので、あ、一応5000円で買えるんやったら、ちょ、5000円でこれだけ買っとこうか。オッケー。え、拾ない?そんなわけでもないのかな?結構広いかもしれんけども、ちょっとあんまり見ずにでも行きましょうか。まずは、まあ、堪能するという感じで、上ら辺から行きましょう。うわ、氷めっちゃあるやん。大丈夫?寒ない?お、こいつらも初めてちゃう?お前ね、お前ね、イルカみたいなん食って、いや、イルカじゃないな。これはアシカ?アシカ?いや、何だっけ?どっちか病気の名前やな。うおー、シャチ、シャチ、え?シャチ?これ。シャチやったっけあれ。あれ絶対勝てんよね。ほん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 。すげえすげえ。てか、この床が結構きつない。上に逃げれへんのが、やめてください。お願いします。すごいのあるわ。あれはもうほんのサメバリの最強の。あしゃあしゃ、お前、食えんねや。食える食える。全然食えまーす。雑魚でーす。はっきり言ってしまえば雑魚ですよ。ゴールドラッシュになった私には。はい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 。なんか食らっていく。いや、いいよいいよ。お、R。お、青なんや、ここはね。ほんで、こうして、お、今俺結構爆発してる。もったいないことになっているが、ちょっと上を攻めんのやめといた方がいいな。ちょっとじゃあ、今から下行ってみましょうか。お前ら何、お前ら何、お前ら何や。さあ、左の下。おお、これは割れる ?XL じゃないと割れない。しかし見て、かなりお宝があった気がする。XL じゃないという感じでしょうか。まあ、なるべくね、マップは今回は見ずに行きましょうか。お、カニカニ、カニ食っていく。これ何これ何、お前ら何なの、名前教えて、名前教えて。名前教えてくれないと俺、君たちをいじることすらもできない。うわーい、ちょ、待って待って、多すぎる多すぎる。さすがに多すぎる。ちょっと今下に来てます。調子乗って今下に来てるんだが、いかがでしょうか。群れボーナスなんかしないけど、結構いただけてますね。お、イカはもんねや。イカ食っていく。おしゃし、宝箱なっき。さあ、イカゲットして、そっか、それぞれのマップで宝箱5個あんのか。めっちゃええな、それ。カニ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 。ちょっと怖なってきてんけど。あ、これは割れるよね。オッケー。触って。よしよしよし。知ってる魚。え、待って今の何?今のちょっと見に行こうぜ。あいつ食えるかもしれんから。これ無理無理。これあれちゃん。なんかおったよね。カエル魚で。メガマウスやったっけ?口めちゃめちゃごっついやつ。よし、メガメガあいつ食えるけど、ちょっとあいつのとこ行くん、ちょっとおっくうなんで、こっちに流されてる。流されるわけにいかないから、これを食って、嫌いか嫌い食って、結局左に行ってあいつ食いに行きたいが、多分これちょうど切れるタイミング、おっしゃ食ってやったざまあ見ろって感じです。さあ、フグみたいな食っていく、流されて、流されて、流れ、流され、言うて、なんかよくわからん歌、歌って爆発して死にそうになっていない、大丈夫です。さあ、テンションも上がってきたところで避ける。待って、それはさすがにまずい。こいつら強いからね。ほんで、オッケー。なんとか落ち着いてきましたが、あ、ここ来たことあんねや。オッケー。あー、イカ食っていく。イカイカイカ、イカ美味しいよ。イカめちゃめちゃ美味しい。人が全然おらんねや、この世界。あ、人おらんの結構楽じゃない?あいつね、俺人めっちゃいつもバカにしてたけど、最強なんですよね、なんだかんだであいつが。XL がいないと話にならんのかな。ちょっとじゃあ、右ら辺攻め、え、全然ない。体力ない、体力ない。ちょ、待って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 。この辺のペンギンちゃん、ペンギンちゃんいない?おしよし、人人。お前やお前、お前壊せよ、お前壊せよ。待って、タイム!人!OK! 人!人早くね?人!人?人
人どこ行った？人が速い人の圧倒的速さ。え、こいつ食えへんねんけど。なんでサメやのに、俺サメやのに人食わなくなってしまったそんなことあんの？サメたるゆえんはどこ行った？さあ、イルカみたいな食っていきましょうか。オッケー。あ、これなんか見たことあるぞ。鼻長いやつや。ほんで、お前ちょっとちょっかいかけたやろ。お前俺、よしよしよし、ゴールドラッシュになった途端逃げやがって、バカにしやがって、調子乗りやがって、お前らほら食っていこう。おしおしおし、シャチみたいなのも食っていく。さあ、右攻めに行きましょう。右攻めに、おっと、人間は人間なんか相手してないの。人間が怖いんで、人間怖いんで、右行きましょう。マップをちょっと開拓するという意味を込めて、右に行きましょう。さあ、楽しいよ。これね、飯、美味しくないやつです。さあ、赤い魚を取っていく。これは美味しいやつ。いや、シャチっぽい入れたね。あいつは結構使う。ゴールドナッシュの、お、これ右端ちゃう？世界の右端到着でございます。これはやばい！絶対まずいやつ。さあ、これ取って、なんだかんだで結構生きてるやん。結構点も30万点いってるから、頑張ってる方ではあると思うぞ。さあ、こいつを、よいしょ、お前らは雑魚や。取っていく？これは無理？これいけるよね。無理なの？あれ？いけ。あ、エクセル、そして右に。よしよし、ゴールドラッシュ来た。なんだよ、わからんけど、急激にゴールドラッシュ来たんで、これを機にね、一気に下攻めてみましょうか。一気に下。あー、お前は無理。お前は無理。てか、お前どこにおんねん。そんな端っこにおってなんで追いやられてんねん、お前みたいな。百獣の大バリに強そうなお前がなぜ、あんな隅っこに追いやられている。もう若いもんに任せてわしは引退しようかみたいな、そういう気持ちを、込めてたんでしょうか。重鎮がね、最後引くときにそういうセリフを吐いてどっか行きますが、そういうのを表現、素晴らしいゲームでございます。さあ食っていく。クークー、下、ちょっ、やってしまった。今のはもったいない。焦りが禁物だぞ。さあ待てよ、押してよ、押してよ、焦るな。あ、お前もまずい、お前もまずい。あ、ちょっと待って、食われた。くっそ、結構頑張ったんだが、いやー面白い。うん、でも何分生きた？お、とりあえずここのハイスコアとして出んねや。なるほどね。33万5000がハイスコア。5000円も獲得している。そっか。宝箱も開けたからね。よし！ちょっと、もう一回行ってみましょうか。さあ、行きましょうか。いや、面白い。ちょっとね、同じサメで申し訳ないんですけども、今回はちょっとマップ軽く見ていきましょうか。お、その右上は何？あんなとこ行けへんよな。うわ、なんかでも、右下は関係ないんかな。行けへんとこが結構あったから、あ、船や、船、船ちょっと狙っていこうかな。右から行って H も取りつつ船行くみたいな、そういう感じで行きましょうか。ポン、よし。でね、今のマップをアップグレードしたら、今度は文字がね、もう全部見れるようになって、宝箱の位置も全部見れるようになるんで、やりたいんですけど、今見たら200、ジェム必要っぽかったんで、さすがに200は痛いよね。お前は無理か？お前いけるか？じゃあ俺が食われてた、今。明らかに俺が食われとった。よしよしよし。お、サメっぽいのマジ食えるね。サメ、おい。あんま調子乗ってたら、私が青ザメとしての力を発揮するぞ。あ、これ青ザメかな？同種な気がしたけども。あ、共食い、何のそのっていう感じでございます。さあ、今、エッジが下にあるので、エッジをしっかり取っていきましょう。エッジ、エッジ、オッケー。エッジって言ったら、なんかあれ、なんかドキドキするよね。H って言いましょうか。エッジって言って、おっと、思った人。正直皆さん、挙手お願いします。これいけへんねんな。なるほどね。おっとお前サメおっとお前サメっていう、その反応もなかなかでございますが、今食われとったね。ちょっと待って、俺、お前。いや、こいつうまいぞ。見た？今の動き。かなりトリッキーな動きをして、私は完全にやられてしまいましたが、ここの、ああ、なるほどね。あ、じゃあもう右には結構行く難しいんか。よし、じゃあ真下行って、真下に行って、で、ちょっと待って、お腹を膨らして真下に行きましょう。で、ここら辺で、マップ難しいよね、このゲーム見るの。ここね、行き止まりっぽかったから、ここ行きましょう。あ、ここに、前、シャチおったんちゃう？多分ね。なんか追い詰められてかわいそうやったけども。オッケー、下に行きましょう。うわぁ、ドキドキする。赤い魚を取って、オッケー。ほんで、これ右道を見ましょうか。お、あ、これはいけんねや。なるほどね。ちょっとね、マップ見て、ぶつ切りになって申し訳ないんですけども、ここも覗いてみましょう。お、宝箱発見。ありがとうございます。いや、いいね。ここも面白いマップですよ。やっと待て。俺は今誘惑されています。皆さん申し訳ない。私は今誘惑されて、誘惑をなんとか乗り切りました。さあ、さらに下に行くと、船があったっぽいから、ここに入れたりするんかな、やっぱり。入る場所ないかな。おっと、人間。オッケー。人を食ってこそサメ。オッケー！
追加に勝てるか、私は勝てるか。まずこの人間を取っていきましょう。で、ドーンって行って、ドーン、よし、やっつけた。やっつけてからのゴールドラッシュなんで、なんとなく走り去りましょうか。おらおらおら、食っていくよ。さあ、どかどかや。ゴールドラッシュってね、結構短くて、結局食えへん。これ毎回言うてますけど、そういうあるあるあると、あると思います。噛みすぎてみんなちょっとびっくりして、動画がバグったと思ったと思うけども、実はバグってない。バグったのは俺だけだったというやつです。逃げてください、逃げてください、逃げてくださいという時だから人間は食いたかった。そういうお年頃。さあ、これはやっぱ入れへんのかな、この船。ちょっとこっちから攻めよっか。こっちはでも突っかえて、入れそうな感じしてきたんちゃう？どうどうどう。いや、無理かな。下攻めよっか、じゃあ、こっから。おー、サメ。よう、こんにちは、食っていく。よ。で、マップ軽く見て、じゃあそこの罰狙っていきましょうか。そこの罰狙っていこうか。いやー、楽しいな。あ、でもあんま得点稼いでないな。長生きができてないし、あんまこうやってな、魚食って、よし、これいけるやん。ここ行って、こいつ強いんやね。あんこやったかな、これ。あんこを食って、あんこを食って、さあ、この奥が確か行き止まりやったような気がするけども、あー、なるほどね。お宝ゾーンみたいな感じ。こいつらね、結構厄介なんで、気をつけたいところさ、お宝ゾーンを、お前、コインやな。オッケー、コインは食っていく。よし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 。そう、ちょっかいかける系のね。よし、来た、ゴールドラッシュ。さあ、さらにちょっと下攻めてみましょうか。さあ、強そうな、お前俺食ってる場合じゃんぞ。お前俺食ってる場合じゃん。ここは前行ったことある気がするから、爆発して、全然稼げず。これ悲しいよね。ギャース言うてるやつおったぞ。ギャース言うてるやつおったぞ。バケモンがどこかにいるが、みんな気をつけた方がいいんじゃないかい。さあ、カニって言って、バケモンおらんか。大丈夫だよ。来たよ、来たよ、バケモンいたよ。ちょっと待ってよ、マップ見に行こう。一回マップ見て、ここ上の段来たよな。上の段ちょ、見に行こうぜ。上の段行ったらどうなる。お、これは壊せるから、彼を避けて、で、左下行こう。カニ取って、ゴールドラッシュ、ナイス、ゴールドラッシュ、このタイミングらしい。無敵になれるんがね、なんだかんだで、ああ、そっか、いけへんの。なるほどね、じゃあこっち行って、ここを稼いで逆流してると言ってるが、このサメね、逆流も何のそのっていうことでできるんですけど、今、怖いの板で逃げましょう。さあ、こっちに行って、ああ、やってしまったが、なんとか体力は大丈夫やったなぜかわからないが、やばい、これは痛いやつや。逃げて、で、この左行こうかな。イカめっちゃおるな。イカちょっと群れすぎちゃう君ら。どんだけ群れてんの。痛い痛い痛い、見てください。さあ、人間を食らって、人間もう一匹食ったな。ちょっと待って、人間連射しすぎちゃう、さすがに。なるほど。二匹いんのか。人間二匹いたらね、もうシャレならんぐらい強いんですよね、マジで。軍隊になったら強いって俺言ったけど、人間も二匹の時点で相当強いんですよね。サメすらも、凌駕していく存在でございます。お、でも大体、今行けるとこは行ったんかな。そろそろもうでっかいサメをゲットしないといけないのが多い気がするんだが、いかがでしょうか。さあ、でもまだ16万点か。さっき危ない。さっき30万点ぐらい行ったから、もうちょっと頑張りたいんですけども、ゴールドラッシュがうまいタイミングで来てくれるとね、シャチが食えるんだが、お前、あ、強い。あいつほんま強いわ。あの、ちょっかいかける感じで食ってくるのやめてくれんかな、マジで。あれほんま強い。で、こいつが食えへんのなんでなの、さっきから。食えるやん。めちゃめちゃ食ってるやん。さっきはお腹いっぱい。やってしまった。これはしっかりと食って。人間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 よ。おー、餌餌餌、オッケー。餌食ってゴールドラッシュ、ナイス。さ、シャチが、あ、これシャチちゃんか。めちゃめちゃ強そうなサメやな、あいつ。シャチさんがいたらありがたいんだが、シャチがいないので適当に食っていきましょう。さあ、画面が処理落ちするぐらい追いついていない。このサメの速さには誰も追いついていけない。さあ、食ってゴールドラッシュはさらに連発や。さあ、人間よ、私の餌となれ、言うてからの全然餌にできてないのが現状。さあ、食いましょう。おい、やっぱりこいつら食えへん時ある。ほら。これなんでなんで？すげえ、気になるねんけど、シャチさん許して、シャチもう素で食えるやん。そうやったんや、そうやったんや。オッケーオッケー。じゃあ、サメサメ、暴れんな、暴れんな。オッケーオッケー、サメって。そうなんや。あいつはもう元から全然雑魚なんですね。オッケー、じゃあ、これ食って、ちょっと人間が調子乗ってるんで、しっかりと破壊していきましょう。ま、閉じてね。ほら、オッケー、ゴールドラッシュついでになったんで、下攻めて、いっぱい食っていきましょうって言った時にかかって、あんまりいない。おし、願ってます、願ってますよ。これは熱い。さ、下に行って、嫌いとかもしっかりと食って食って食って。おし、お前行くべ、お前行くべ。お前行くべ。よし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 。
さあこれで、このね、嫌いがかなり得点高いんで、嫌い食っていく。さあ、嫌いよ、少々お前みたいなやつも食って、痛い。そんなバカなことあってたまるかいうタイミングで切れましたが、なんとか点数高いぞ。やばい、俺よく考えて。おしゃし、俺が食っていいのはお前だけ。いや、わかる。お前食っていいのは俺だけ。うん、こんな感じ。日本語がわからんくなってきて、おし、でも、かなり生き延びてない?すごないこれ。結構いいよね。あ、こいつちょっかいかけてくる系か。いや、またお前か。お前やっぱそこに追い詰められてるパターンのやつやな。なんやあいつは孤独か?ロンリーウルフみたいなやつか?なんでそんなことになってんねん。お前魚やろ。ウルフじゃないやろ。群れをなしてこその魚じゃなかったか?どっちかっていうとね。オッケー、音で取ってくって。待って、これは食えへんやつやな。これ絶対食えへんやつ。待って、逃げて。ちょっと待って。さすがに激しくなってきた。さすがに戦場が激しい。やばいな。これ絶対まずいぞ。OK、逃げた。食って。生きてるぞ。生きてこそです。さあ、ちょっとゴミを食ってお腹が減りましたが、なんとか私は耐えている。いや、すげえ。めっちゃ楽しいんですけど、マジで。ずっとやってたいぐらいの楽しさ。なんだこのゲーム。こんなね、爽快な、シャチおったね。ペンギンやった。どうシャチを間違えた俺は。目の錯覚にも程があると。ジュゴンを、人魚と見間違う。そういうレベルですね。そう、ジュゴンをね、見た人が、あれは人魚だって言ったらしいんですけど、実物見たらめっちゃ丸っこいね。可愛らしい、なんかぬいぐるみみたいなやつでしたね。ジュゴンね。どうやってあれをね、人魚と言ったのか、それをね、本当に問いただしたい。みんなのね、夢を与えたわけですよ。人魚がいるって言ったやつね。そしたら現実見たらなんかぬいぐるみみたいなめっちゃ可愛いやつで、まあ可愛かったから許されたっていうところもあるけど、まあその辺はちょっとショックや、XL 手に入れな、ちょっとこのマップはあれですね。もうなんていうか探索しきれない。そんな感じがしますね。やばいな。なんだか知らんけど俺、お腹、え地味やった。今回こそと、ついに地味な終わり方ですけど、まあでも、得点はね、結構頑張ったし、お金もかなり稼げたから、よかったんでは、なかろうか。いいね。この海も相当楽しいよ。というわけで今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。青ザメね、かなり使いやすい。スピードもあるから、かなりおすすめではなかろうか。そしてね、次回、さっきの海か、もしくは元のね、最初の海、オーシャンの方に行って、多分ね、XL、使っていくと思いますが、どれがいいんやろね。またコメントでね、なんかおすすめのあったら教えてもらいたいんですけど、ちょっと僕がね、止めれず、自分で買ってしまうかもしれないんですけど、なんかね、おすすめのサメとかあれば、教えてくれると非常に嬉しいです。本当にね、コメント皆さんありがとうございます。いや、でもこれ、全部めっちゃ強そうやもんな。楽しみすぎる。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、そしてコメント、ぜひぜひ、お待ちしておりますのでお願いいたします。次回もお楽しみに、心リンクゲームズのメイクンでした。バイバーイ。